写真拡大。ロッテのドラフト1位、佐々木朗希望投手、18、大船渡高が16日、新加入した鳥谷敬内野手、38、前阪神への弟子入りを熱望した。長い間、試合に出続け、体が強い。すごく尊敬しています。どうやって体作りをされているのかを聞いてみたい。10日に入団が決まった戸谷は、歴代2位の1939試合連続出場の記録を持つ。練習量の多さは球界では有名で、現役時代に自主トレーニングを共に行った井口監督が、彼の練習量は現役の中でも一番と認めるほどだ。最速163キロ右腕にとって、最も印象深いシーンがある。2017年5月、戸谷は顔面に刺球を受けて鼻骨を骨折しながらも、翌日の試合にフェースガードを着用して代打で出場。佐々木は体作りだけでなく、不屈の精神も見習う構えだ。長く野球を続けるためには、今が一番大事。体をしっかり作って怪我をしないように。実現していていない鉄人との対面を心待ちにした。石井貴直。